あさってね、結構ドタバタしますよね。そういう中でのお弁当を作りても、ほんと大変ですよね。いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。本日はお肉のコーナーよりお届けいたしますよ。皆さんは朝お弁当を作られてますでしょうか？お弁当ね、もう朝ってほんとギリギリまで寝てたいですし、また朝ってね、結構ドタバタしますよね。そういう中でのお弁当を作りてもほんと、大変ですよね。そういう時のですね、お弁当のおかずにおすすめの商品ございますので、本日はそちらご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、トリマハムの一口フライドです。こちらの商品ですね。こちらにも書いてございますように、このまま、袋のまま、電子レンジで約30秒で、できるんですよね。電子レンジで温めるタイプで通常ですね、封をちょこっと開けて電子レンジするタイプが多いんですけど、こちらの商品はですね、封を切らずに、この裏面をですね、上にした状態で、電子レンジ600ワットで約30秒温めていただくだけでできるんですよね。ただですね、こちら裏面の中央部分がですね、蒸気口となっておりまして、かなり熱くなっております。電子レンジから取り出される際には気をつけていただければと思います。またこちらのシリーズですけども、こちらの一口フライドをはじめといたしまして、うまマヨチキンやふっくら鶏天の3種類ご準備いたしてありますよ。朝の忙しい時にですね、ほんと重宝いたしますよ。ぜひですね、こちらプリマハムのパッドクックシリーズお試しいただければと思います。電子レンジで30秒温めるだけ、この袋のまま30秒温めるだけでもとっても簡単ですよ。お弁当のおかずのみならず、小腹が空いた時にもおすすめですよ。ビールのおつまみも最適ですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。